酸素分子の規定状態である三重高酸素の分子軌道ダイアグラム。この図では、二つの π 軌道にスピンの向きが揃った電子が一個ずつ入っている。一方、霊域状態である一重高酸素では π 軌道の電子のスピンの向きが反対になっている。一重高酸素は、酸素分子において分子軌道の一つ π に π 軌道上の電子が一重高状態で占有されている。 すなわち全スピン量指数が0である。0気状態のことである。一応2と表される。酸素分子の0気一重項状態は2種類ある。2つ存在する π に p 軌道をそれぞれ1個ずつの電子が占有している。シグマ状態と2つ存在する π に p 軌道の一方のみを2個の電子が占有し、もう一方の π に p 軌道は空軌道のデルタ状態が存在する。 シグマ状態よりデルタ状態の方がエネルギーが低いため、シグマ状態は速やかにデルタ状態に遷移する。このため一重鉱酸素といえば通常デルタ状態のものを指す。それに対して規定状態の酸素分子は三重鉱酸素と呼ばれ、3O2 で表される。これは2つ存在する π に P 軌道を1個ずつの電子が占有しており、 全スピン量子数が1の状態である。軌道に電子が単独で存在する状態はフリーラジカルであり、それゆえ、三重高酸素は2個の不対電子を有するビラジカルである。左から、三重高酸素、一重高酸素、一重高酸素の分子軌道ダイアグラム。一重高酸素を発生させるためには、規定状態との差にあたるエネルギーを吸収させなくてはならない。 このエネルギーは熱的に供給するには大きすぎるため、光冷気による方法に頼らざるを得ない。しかし、全スピン量指数が異なる状態間での直接の光による繊維は、金星でありほとんど起こらない。通常の分子においては一重高冷気状態、三重高冷気状態間の熱的な繊維が起こるので、光により三重高冷気状態を発生させれば一重高冷気状態を、 作り出せるように思える。しかし、酸素においては一重高状態と三重高冷気状態のエネルギー差が大きすぎるため、三重高冷気状態を発生させても、交換交差がほとんど起こらない。そのため、この方法では一重高酸素を発生させることはできない。そこで、一重高酸素を発生させるには、ローズベンガルやメチレンブルーのような色素を使用する。 これらの色素分子の三重光状態は、一重光酸素と三重光酸素とのエネルギー差とほぼ等しい、冷気エネルギーを持っている。そこでこれらの色素を光冷気し、交換交差により、三重光状態に移行させる。この三重光状態の色素が三重光酸素と衝突すると電子とエネルギーの交換が起こり、色素が規定状態に戻ると同時に、三重光酸素が一重光酸素に遷移する。 このような冷気方法は構造管法と呼ばれ、用いられる色素は構造管剤と呼ばれる。一重光酸素は活性酸素の一種とされるが、軌道上の単独の不対電子を持たず、フリーラジカルではない。空になった電子軌道が電子を求めることにより強い酸化力を持つ。エネルギー順位の低い最低空気軌道を持つことになるので、自ンとディールスアルダー反応を行い。 感情ペロオキシドを形成したり、二重結合と塩、反応して、ヒドロペロオキシドを形成したりする。生体内においても、紫外線を浴びたりすることにより、体内の色素が増感剤の役目をして一重光酸素が発生することがある。一重光酸素は、生体分子と反応して破壊してしまうので、生体はこれを除去する機構を備えている。 生体内から一重抗酸素を除去する物質には、β、カロテン、ビタミン B2、ビタミン C、ビタミン E、尿酸などがある。生体内で一重抗酸素を捕捉する抗酸化物質の一覧。ありがとうございます。